はい、どうもー。やーす。すねが見えてますね、今日もね。はい。行こうか。よし。はい、いや、もう。あ、そういえば、そうや、そうや。言いたかったんよ。今撮影してる日、まだワールドカップの決勝終わってないんですよ。終わってないよ。アルゼンチンが、うん。強えやん。決勝行ったやん。行ったね。びっくり。どこに勝ったっけ？クロアチアや。そうよ。そうだね。いや、俺前の動画で言っとんやけど、うん、ブラジル応援してますって。うん、ああ、はいはいはい、はい、あれまあ笑いの絵の流れとして、ほらアルゼンチンって言って、そうそう、ね、いやミーハーやなって言って、うん、俺はブラジルやね、そうやね、いやお前の方がミーハーやないかみたいなノリかと思うけど、本当に俺応援しとったよ、うん、あ、ブラジル言うて。あ、そうなんや。で、負けたよ。びっくりしたね、あれね。びっくりして、クロアチアに。でクロアチアもうあれで勢いやばいんじゃないかと思って、アルゼンチンも何だっけ、オランダ、何だっけ、あのオランダの選手をぶっ殺したんだね。なんかニュースになってたよね。なっとったね。なっとった。18枚ぐらいイエローカード。相当ね、審判が。で、あのアルゼンチン勝って、勝ったね、どうなるかって思ったら、ちゃんと勝ったね。いや、すごいよ。そういえば、やけそれ思い出して、そうよ、言いよったやんと思って。アルゼンチン行ってますね。あるやんね。なんか宝くじかなんかしとけよかったわ。そうね。ってことで、今日の話なんですけども、なんやそれ、なんや、まあ今日ももう、あの、歯っていう出ました、歯シリーズです。ただ、でも最近ではないです、これ。ちょっと、あ、ちょっと前の、でもこういう人いませんかっていう投げかけです。ああ、まあいよいよ。昔、あの、広島に旅行行ったんです。広島。ああ、広島、広島、はいはい。その時にタクシーに乗りました。うん、あの、車で行かなかったんで、うんうんうん、広島のその観光する時タクシーに乗るんです。うん、どこどこに行ってください。じゃあ、なんかネットで調べました、このお店、うん、このお店に行きたいです、住所これですって見せてよ。はいはい。それで、あの、何々通りのなんとかの、あの、なんとかの交差点のなんとか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 、知るか。そう。ああ、なんか、いやいや、うん、知るか言いたいんやって、知るかをね。うん、おらん。まあ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 、俺らね、福岡の人間なんで、うん、福岡でタクシー乗るときはね、たまーにおるよね、うん、確かに確かに、こここうこうこう行けばいいかねみたいなね。いや、住所言ってんねんから、うん、もう行きゃいいやん。別に行き方はあんたの行き方でいいよ、分かるんやったら。だってどこどこの、あの、交差点のあのどこのどころって言えるってことは、他の場所より知ってるってことやん。そうやな、そうやな、地元を。じゃあ行きゃいいやん。そこまであんた説明できとるやんから、うんうん、もう勝手に行ったらよろしいやん。まあ確かにね。お前、まあ、うんちゃんもあるんちゃいます、なんかいろいろ。どこでもええっちゅうでも。いや、もうピーや、今のゴリゴリに。ORL 全世界、全日本のタクシー業界、やっぱ、敵にしたじゃん。ほんまに。うん。何やねん、お前ら。いや、なんかあるみたいよ、その、なんか、俺もタクシーの運転手に聞いたことあるけど、なんかほら、ここの、この通りを毎日通らないか、験担ぎみたいな。っていう人もいるみたいなね。あ、そういうこと？あの、そういう、なんかある。まあ、なんか。いや、ただね、まあ、それもまあ加味した上でやっぱり文句がある、俺は。あ、そう、うん、だって、うん、おかしない、場所伝えました、うん、住所伝えました、うんうんうん、まあナビまでついてるわけやん、なんなら。あ、まあ最近のタクシーはついてるんで、その感覚じゃないんかな、もうなんか、なんていう、いや、それが俺からしたら、そのなんとか通り、なんとかなんとか、それが最短距離なんですかって感じだよ。あ、まあまあ、それはそう。それで言ってるんですか、それとも何なんですかって感じで、俺からしたら。まあ、そうね。そう。だから、確かだな。それはもちろんさ、タクシーに乗る人でさ、うん、最短で行ってほしくないっていう人おる？まあ、おらんよね。何のためのタクシーやって思うしね。そうよね。うんうんうん。だからもう黙って、最短距離で、その場所まで、行けや、この。行けやの視点でも危なかった。あ、もう言ってるし。うん、マジで。いや、まあ分かるよ、気持ちはすごい分かる。まあ言わんでもよくないって話だから。なんならそれをさ、減速しながら言うやん、分かる、まあ、あれもいらんねん。どういうこと？いや、だから乗るやん、うん、ね、乗りました、うん、したらもうすぐウーンって言ってほしいわけ、俺。あ、最初、まあ、ね、もう普通に、はい、うん、もう分かったんなら場所が、住所見せてね、ね、うんうん、
停車し、わかる、停車してるよ、うん、乗りました、まだ進みません、なぜなら俺が今場所こうしてます、住所こうします、止まってます、で、わかりましたって言って動き出すやん、うん、で、動き出したらあのなんとか通りのなんとかのなんとかですよね、で、減速しないと言うんよ。あー、おお。びっくりしたがんの、マジでもうやばいよ口、まあまあこれいる、まあまあそこはね、これ、うん、まあ分かりましたって言っとんだよ、ね、あればね、説明したい、うん、もうナビピッピーでいきゃええやん。まあそうやな、なんか意味わからん、その15チャリみたいな速度で行きながら俺後ろ向かれて、どこどこらあの通りのなんとかの交差点のなんとか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 って言いながら、うん、やめろお前。まあ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 、まあ、でもね、行け、まあ、その会話したいんやったら、うん、赤信号になった時に言えじゃん。あ、まあそこはそうやな、ね、赤信号の時に言えばいい方がまだ、要するに分かってんだろお前、もうお前とかその人に言ってるやん、もうその方に言ってるやん、うん、っていうね。ああまあまあまあ分かるわ、マジでそういうのいらんだよね。うん、で、まあ、まあそういうのもある、あるあるだと思う正直、はい、でもう一個、もう一個ある、その道、なんていう、道分かる系のその嫌なやつと、うん、道分からん系もおるよ。うん、あ、運転手さんがね。で、はい、道分からん系、シンプルな道分からん系やったらまだいいよ、だって素直にさ応じるやん、ここをまっすぐ行ってください、ここを右折してくださいで応じるやん、うん、道分からん系、ナビはセットするけどナビの使い方分からん系おらん。ああ、あれ何、面白いとこつくね、あれ何、あ、分かるわ、見たことあるわ。もう俺一回あったんがさ、いや俺別に人間やから失敗ってつきものだと思うし、別に全然その完璧にいけと俺一切思ってない、うん、でよ、そのナビでセットした方がいらっしゃったんですわ、うん、以前ね、タクシー乗った時に、うん、とあるね、で、まあナビの仕組み分かってるから多分通じると思うけど、じゃあ次の信号を左折してくださいって出ました、うん、そこをまっすぐ行ってしまいました。ああ、まあまあまあ、したらさ、うん、ワンテンポ後に一応そのミスってところからもう一回計算し直してまた新たなルートが始まるよ、うん、なるよね、うん、でもうそのおいちゃんは、うん、それがあったわけ、あ、一回通り過ぎたと、はいはい、逆、今のまっすぐ行かないかんところを左に曲がったり、うん、ナビはまっすぐ出てんのそう、で、なぜかね、うん、もしかしたらその辺はなんか昔の道かなんかやったんかもしれない、左に行ったら嫉妬ね、うん、道でね、けど何でまっすぐやったんや、はいはいはい、で、わけわからんくなって、あ、いよいよもう、だってその流れでいくとさ、今まっすぐ行ってくださいを左に曲がったんやから、うん、ナビ的には多分次ちょっとワンテンポ来たら右に曲がってくださいみたいな流れとして、まあまあまあ、場所的にね、もうね、わけわからん、そのワンテンポ行く前に左にまた曲がったんだ、戻ってくるんけ、左行って、したらどうなると思う、ナビこれでまだね、うん、ナビがじゃあ左って言ってくれたらよかったよ、右って言ったよ、うん、ってことは左ミスった、右に曲がらないかんとこをさらにまた左に曲がった、うん、で左って出たらまだ奥さん的には分かりやすいところが右って言って、それは素直にしたかったんよ、で、こういったよね、なるほどね、お前もうそのお前もマジで言葉がひどい、ね、もうお前タクシーのドライバーやろ、まあ、こうなってお前もうマジで、お前何回言うね、才能のかけらもなくね、もう、まあまあまあ、結果的にどんなこともあって結果的に公益ようになるのか、運転手さんお仕事やからねそれは、本当にお前覚えとけよ、マジで不安になるわ、やばくね、うん、もうパニックよ、まあまあね、お客さんからしたらパニックで、もうさらにちょっと付け加えるね、うん、まあ分かっとっちゃうけど、そのタクシーっていろんな機械があるからさ、うん、普段俺らの車であるべき場所にナビがないんや、うん、でその裏運転手さんのタクシーをね、こうハンドルがあってこう窓があったらね、ここにあるのよ、右右側もうわけわからんから右側、なんか、もうこんなんなって、しかもウインカーがもうなんか当たったこんなの、あの辺りなんや、もうはいはいはい、もうほんとお前一回売れ売れそうなタクシー、すいません、いや、まあまあ、言いたいことはわかるんですよ、めちゃくちゃないよお前、うん、いやいや、流しでやめなさい、本当に、うん、申し訳ない、まあ分かるわ気持ちは、うん、すごく分かる、結果倍かかった
え時間がお金払う。なんでかっていうと、もうわけわからなくなって、その方ね、一回ルート削除したの。分かってなかった、その元々の目的地の場所は知らないの。知らんやったんじゃないわ。その俺が乗った場所からの行き方があんまりやったんやね。もしかしたら結びついてなかったんかもね。はい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 。もうね、まあ、しかもそのスタートがさ、うん、曲がらんでいいところを曲がるって何。まあそこは自信があったんやな。やっぱそういうことよね、自分の中で。やけ、まあ言いたい、あのフィズが言いたいのは、その中途半端にするなと。そういうことです、多分。分からないなら分からないなりも従って、ナビに従えばいいし、そう。なんか自分の中にこうプライドというか、まあ、こっち帰った方が早いみたいなあるなら、まあ、最後まで突き通せと。まあそういうことです、うん、最後まで突き通して、めちゃめちゃ倍かかって、まあ実感もお金もかかったとしても、自信満々に言われたらフィズもなんかもう、逆にね、かっけえよみたいになるかもしれないんで、毎回中途半端な仕事でやめてくださいと。そういうことです。言いたいことだと思うので、はい、ぜひ広島に行かれたら、皆さん三章っていうお好み焼きに行かれてください。ありがとうございました。ありがとうございました。何やそれ、どういうことやねん。よし。